豆田です。今日は、久しぶりに、カバンの中身をやっていきたいと思います。おすすめのものだったりとか、いろんなもの紹介していきたいと思いますので、よかったら最後まで見てください。まずバッグの紹介なんですけど、こちらです。 MM6 のバッグですね。パソコン入れないときはこのちょっと丸っこいフォルムの持ち手に持ち手にしていて、そこにパチパチがあるので、これをこうやって外すと、こういうね三角になるんですけど、このサイズだと私の MacBook Pro がちょうど入るので、仕事用とプライベートどっちでも使っているバッグです。マルジェラっぽい白のステッチが入っているところが私はすごく気に入っているんですけど、私モノトーンのコーディネートが圧倒的に多いので、なんか靴とかバッグとかマルジェラ選ぶことが多いんですけど、じゃあ1個ずつ紹介していきたいと思うんですけど、お財布は前も紹介した、カルティエのピンクベージュかな、ピンクを使ってます。お財布やっぱりこのサイズがすごく使いやすくって、なんか結構大きめな洋服とかで大きめなポッケだと、これもそのままポッケにピッて入ったりもするし、小さいカバンの時も大きいお財布から小さいお財布に入れ替えてとかもしなくて済むので、お財布小さいものに変えてすごい良かったなって思います。まあ、ただ前も言ったように小銭が入らないので、もう小銭出ちゃった日はもうそのまま別の、帰ってきたらもう別のものに移してみたいな、常にお札と、まあ、クレジットカードが入ったお財布みたいになってます。今はなんか面白いもの入ってないかなって思ったんですけど、何にも入ってない。今年の初詣で行った愛宕神社のお守りが入ってますぐらいかな。なんか全然お財布の中に診察券とクレジットカードと、あと美容室のカード、絶対にないといけないものしか入ってないんですけど、ハンカチね、もう手洗いうがいすることがやっぱりコロナ禍になってより増えたので、ハンカチ本当何枚あっても困らないんですけど、視聴者さんがプレゼントでハンカチくれることがすごく多いので本当ありがたいんですけど、これもいただいた鳥さんのハンカチ、鳥さんだよね、そう、このすごいね柄が可愛くってお気に入りでよく使ってます。ありがとうございます。で次が、これは私がやってるメリシーっていうブランドのティッシュポーチになるんですけど、はい、サテンのすごい可愛いポーチです。後ろにティッシュがこんな感じで入って、ここがチャックになってるので、まあ、リップとかちょっとしたものが入ります。でなんかね、これパンパンに入れるとちょっとなんかクッションっぽくなってフォルムがすごく可愛くなるんですけど、キャッセルもついてるので開けやすいです。この中に入ってるものをちょっと紹介しようかなって思っていて、まず1個目が、お薬ポーチ。まあ、こういうね、除菌のアルコールジェルだったりとか、あと、頭痛薬。頭痛薬が入ってます。これね、トローチ。ベンザブロックのトローチです。なんか喉痛い時用に龍角散のタブレットとか、あとはトローチとかを入れて、もうすぐこうケアできるようにしてます。別にそんな声を生業とした仕事ではないんですけど、なんかねちょっと不調が出た時にすぐ対処したいんですよ。なるべくさ体調不良になりたくないじゃないですか。でなんか体調悪いっていう状況をなるべく少なくっていうか、もう早く解決したいので、解決策のものをなるべく持ち歩くようにしてます。あとはこの中にハンドクリームです。これイソップのプレゼントでお友達からいただいたものなんですけど、私朝ボディスプレーとかオイルとか塗って、日中は香水持ち歩かないので、いい香り嗅ぎたいなっていう時はこのイソップのハンドクリームつけて、あいい香りってやってます。ザ・イソップっていう香りがして、柑橘系のすごい爽やかな香りで私大好きなんですけど、元 e-girls のゆずなちゃんがプロデュースしてる CBD ですね。
HBD ってご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、PMS の改善だったりとか、まあ、あとニキビとか肌荒れとか、まあ、いろいろ改善してくれる CBD が入ったビールとか、なんか結構いろんなコラボレーションがいろいろねやってたりするんですけど、まあ、これはなんかベープみたいな感じでニコチンとかも入ってないものになります。すごいね、インスタがすごい可愛いので、まあ、よかったらちょっとチェックしてほしいんですけど、これゆずフレーバー、ゆずなちゃんのゆずフレーバーになってて、私全然タバコとかも吸わないんですけど、すごいなんか睡眠の質がめちゃくちゃ上がるんですよ。私これポーチ可愛くって外に持ち歩き用で持ってます。あとはねお家で使ったりもするんですけど、大事に使ってますこれ。なんか今ねグリーンアップル味とかも出てて、それもすごい気になるんですけど、これが去年かな、去年の福袋、元旦の福袋の紹介の動画で、テンっていうオレンジジュースとかみかんゼリーとか売ってるお店があるんですけど、テンのドライフルーツです。でこれみかんなんですけど、温州みかんで皮がついてないので、この実の部分をドライフルーツにしたものなんですけど、これすごい美味しいんですよ。みかん好きな方ってすごい多いと思うんですけど、テンすごいね、プレゼントとかに持ってってもすごく喜ばれるので、もうゼリーとか言ってね、今の季節とかもそうですけど飲みやすかったりとか、ドライフルーツとかもね、これすごい食べやすいんですよ。なんか口当たりが軽いっていうか、なんか硬くないの、すごいこういう感じで、すごい美味しい。気になる方ぜひ、銀座6の地下2階に入ってますお店、多分ネットとかでも全然買えると思うので、これ本当に美味しいのでよかったら食べてみてください。次がこれは、ガジェットケースです。なんかおすすめのものあるかなと思ったんですけど、これねおすすめなのが、私の楽天ルーム概要欄に貼ってあるんですけど、楽天ルームでも紹介したアンカーの 65W かな、 65W の充電器なんですけど、これちっちゃいじゃないですか、すごいちっちゃいんですけど、これで MacBook Pro と iPhone どっちも充電できるんですよ。 MacBook Pro のさ既製品の充電器持ってる方はご存知かと思うんですけど、これぐらいあるんですね。めっちゃでかいので、重いので、これ1個で今完結してるのはもう本当に本当にありがたいんですけど、私的にやっぱ外で編集することとか、パソコン使うこととかもあるので、これ本当に重宝してます。これ本当にね、今年買ってよかったものね、ベスト10の中に入る。今年買ってよかったものベスト10、年末にやりましょうね絶対。ちょっと皆さんのもね聞きたいんですけど、これ本当によかったんで買ってください、よかったら。パラスティカのチャンネルの SD と、このチャンネルの SD カードとまた別なので、これでちゃんと整理して分けてます。 AirPods Pro ですね。一回ねこれなくした騒動が起きて、 iPhone を探すみたいな機能で AirPods も探す機能があって、もう大捜索したんですよ。家の中探して、駐車場も探して、車の中も探してって言って大捜索して、ないって思って、わ最悪だって思って、しかもこれね壊れて交換したばっかで、中身めちゃくちゃ今新品なんですよ。わーもうせっかく交換したばっかりなのに終わったって思ったら、全然実家にありました。月にね2回ぐらい実家に帰ってるんですよ。まあ都内だし近いからっていうのもあるんですけど、実家好きすぎて実家にもうほんとしょっちゅう帰ってて、実家にねつけていったことをすっかり忘れていて、実家にありました。本当に良かったです。なくしちゃすぐに、こういうちっちゃいものね。次がこちらです。こちらもね視聴者さんにいただいた、この前の大阪のイベントがパラスティカあった時にプレゼントでいただいた巾着ポーチの中に入っているものたちは、もう本当にねもうしょっちゅう紹介してるビオレのサラサラパウダーシート、もうね中学生とかさ小学生の部活時代からさ愛用してるものなんですけど、もう今の季節もそうだし年中通しての必需品、まあ、ダンスのレッスン行ったりするっていうのもあるんですけど、やっぱりこれが一番拭いた後のサラサラ感とか気持ちよさが一番好きなので、もう私もビオレのサラサラパウダーシート一択ですね。なんかさ大きい50枚入りとかがあるのももちろん知ってるんですけど、意外となんか乾いちゃったりとか、あと 重いじゃないですか50枚入りの方、コスパはいいんですけど、なので毎回この10枚入りの方を買って買い足しながら使ってます。
次がまあ歯ブラシです。これもね、あの一回プレゼントで視聴者の方からいただいてすごい気に入ってリピ買いしてるんですけど、お口チェリーっていうあの口内洗浄液です。でこれ使ったことある方多いと思うんですけど、うがいするとすごいね、なんかあの汚れがすごいしっかりあの出てきてくれるんですよ。目に見えてね、ちゃんと汚れをこう固めて出してくれるんですけど、それがなんか面白すぎて癖になってリピ買いしてます。でレモンの香りとか普通のミントとかチェリーがあるんですけど、私あのこう一周全部試してみて、結局チェリーの味が一番好みだったのでチェリー味を使ってます。リップが、NARS のオーディシャスリップスティックの9477を、最近買って、今もねちょっとつけてるんですけど、結構ブラウン系、ブラウンレッドみたいな感じです。あのね、指でポンポンかちょっと塗ってポンポンポンってなじませるぐらいが一番ちょうどいいなって感じなんですけど、なんかね直接結構しっかり塗ると本当にブラウンにも使えるし、ポンポンってつけると、まあ、ちょっと濃いめの深みのあるレッドっていう感じで求めてたカラーだったのでお気に入りで今使ってます。ちょっとこういうダークトーンのカラーがさ、これからだんだんまた秋冬になってきて探してたので、いいもの手に入れたなって思って、持ち歩き用のパウダーがサーダ記念日スキンケアパウダーを使ってます。まあ、お直し用の色付きパウダーなので、まあ、ファンデーションがちょっとよれちゃった時とか、あの本当そういう時用に使ってます。あと朝結構コンシーラーとパウダー本当にしっかりくってくってつけて崩れないようにっていう風にお化粧してるので、そんなに激しく崩れることはないんですけど、やっぱ夏場こういうところとかだんだんちょっとねツヤツヤしてきちゃう時にお直し用として使ってます。これねベビーミルクティーの香りで、すごいいい香りがするんです。香りが好きで使ってるような感じですねほとんどはい、ラフラの UV ミスト日焼け止めスプレーを使ってます。これも持ち歩き用で持ってってるんですけど、朝あの日焼け止めしっかりアネッサのものを塗って外出るんですけど、やっぱりちょっとずつ汗で落ちてきちゃったりとか、あとこういうところとかもさ、なんか落ちてきちゃったりするじゃないですか。でその直し用としてこれ持ち歩いてるんですけど、やっぱりスプレーだからそんなになんて言うんだろう、ベタベタ感もないし、すぐチャチャチャって塗れるところが気に入って使ってます。ですごいねいい香りがするんです。オレンジの香りなんですけど、パッケージングもすごく可愛くって使ってます。という感じで今回の私の、バッグの中身でした。あとはなんか折りたたみの日傘を持ち歩いてたりとか、あとはお水でも暑すぎて本当熱中症対策用のものをプラスして持ち歩いてるって感じなんですけど、まあ、なんか中身基本的にはこの子たちがベースで入っているっていう感じです。はい、URL ね載せられるものは全部載せておくんですけど、まあ、ちょっとでもあの参考になったりとか、あなんかあこういうのもあるんだとか、あとはこれもすごくなんかこれ使ってるんだったらこれもすごいおすすめなのでぜひ使ってみてくださいとかがあったら、ぜひコメント欄で私に教えてください。またね秋とか冬になったらちょっと中身もまたガラッと変わったりとか、これもおすすめですっていうものがまた増えたりとかすると思うので、その時はまたぜひ動画にしたいと思います。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。